おはようございます。ポケモンスリープを開始して289日目の朝でございます。時刻は朝の7時でございます。昨日寝る前ちょっと熱が出まして、冷えピタ張って寝て、もうだいぶ朝は寝苦しい夜ではあったんですが、朝は起きて、まあ、これもこのまま寝るかちょっと散歩するかちょっと考えどころではありますが、やっぱ睡眠の力ってのは改めてすげえなってのは感じてますね。寝ることによって回復できるっていうのは、やっぱこのすごい人間の力の構造というか人体学の構造ってすげえなって思うんですよ。ただその痛みだったりとか、ちょっと胸の痛みがかなりあるんで、そこのところでどうしても深い睡眠ができても起きてしまったりとか、あと不思議なことにこの熱があって体の痛みがあってる時に結構がっつり深い夢を見るんですよね。でその夢も今まで怪我だったりとか風邪をひく前にはそのような夢を見てなかったような質の夢を見てるっていうのがあって、で結構寝れるっていうのがあって、だから人間が普通ここまで寝ることできないっていうふうに思うんですけど、やっぱ風邪とか、まあ、内臓ですよね、そうか筋肉系とか痛みを治すってなったら、やっぱ寝って治るすぞと、人体のこの構造学的なことに多分脳科学にも関連するんでしょうけど、たくさん寝ることによって治るからたくさん寝ましょうっていうようなスイッチが入るんでしょうね。逆に寝なかったら治らないですからね。多少無理してでも寝れますよと、寝だめはできないって言いますよね。だけど風邪ひいた時はもうそれはもう10時間だろうが20時間だろうが3日4日かかるんだったら30時間だろうが40時間だろうが寝れますからね。だからこうまあまだ体調ベストってわけではないですけど、その寝てる時に寝て治るっていうのがすげえなと思って。だけど寝て治らないこともあるわけですよ、もちろん。例えばうつ病は寝て治るわけではないですよね。で例えばアルコール依存症だったりとかも寝て治るわけではないですよね。で不眠症でどう いろんなこととかあると思うんですけど、それも寝て治るわけではないですよね。たくさん寝てってことですよだね。そういうふうに考えたら寝て治る系のことは寝て治る寝て治るっていうことはすごいことだなっていうのを改めて感じたし、かといって寝て治らないけど睡眠の時間としてはしっかりと取らないといけないよねっていうのを考えないといけないっていうのは、ちょっとね今まで風邪ひいたりとか体調崩してなかった時は睡眠に対してそんな深く考えてなかったんですよ。8時に寝て、5時に起きてやいいよねって、ただそれをずっと繰り返していきゃいいよねっていうのをずっと考えてたんですけど、睡眠ある程度のところでよくて、またはもちろん質とかはありますよ。それ以上寝るのは正直人体的にあんまり影響がないというか、まあ、寝るのが好きっていうのは大事だと思うんですけど、寝るのが好きな範囲っていうのは8時間寝るのが好きっていう状態にしとかないと、過剰に寝るとか、実際過剰に寝るのは過眠って言って過眠症って言うんですよね。それも病気っていうふうに言われますから。でも今僕みたいに風邪ひいたりとかその体の怪我を治すってなった時に、確かに寝すぎてて過眠症なんじゃねえかっていうふうに思うんですけど、寝ることによって体調が良くなる、怪我が良くなるっていうふうになるんだったら、それはたくさん寝るよ、寝ちゃうぜっていうふうに体は持っていくなっていうふうに思うんですよ。だから他のことに手がつかなくなるみたいな、 SNS ながら見しないとか、外に出る興味はあんま持たないとか、そういう意味で言っても坊主は有効だなってのを改めて思いましたね。こう風邪と体調不良と坊主って、なんで僕坊主にしたかって言って、まあいろんな理由があるんですけど、その中の理由の一つに、戦争に行ってる兵士が清潔を保つために坊主にしてるっていう歴史小説を読んだんですよ。
なんか兵士って戦地に赴いたらそんな簡単に、お風呂に入ることができないですから、1週間ぐらいお風呂に入れないことありますから。だから坊主だとだって、近くに川だったりとかそういうのが流れてたりするとそこでさって頭を洗えたりすることができますよね。だから乾くのも早いし、なので、実は清潔を保つって、今いろんな統率とかいろんな意味あるんですけど、そこで坊主があるっていう風になったんで、だからやっぱ治療しますっていうところの中の一環になった時に、もちろん急に風邪ひいたりとかいろんなことあると思うんですけど、坊主にしてると楽だなっていうのはやっぱ今日改めて感じましたよね。もしこれが髪が長い状態で寝てたら多分もっとひどかったんじゃないですかね。多分頭痒いし、かといって風呂に入れる状態ではないし、だからね、今までは髪長くて寝込んでしんどいっていう風に言ってましたけど、じゃあちょっと風呂入らんとなっていうようなタイミングあっても、髪洗って乾かしてってすごい力いるんですよ。体力いるし手間もかかるんで、そうやったら風呂面でよくていいやと思うんですけど、ある程度体調が整ってきて、落ち込むこれチャンスだと、もう体ベタつくし頭もかゆいし風呂入ろうってなった時にもう頭ねガーいったれますから、坊主なんでだね。なんかこう結構今はもう体はしんどいんですけど、なんかこう学べたことがあるなっていうのは、なんか人体のすごさっていうのも感じれたなっていうふうに思えたんで、まあ、全てがねマイナスってわけでもないのかなと思ったので、必要な経験というふうに言っていいのかわかんないんですけど、今回はね学べてるんで、仮眠にもね気をつけながら、睡眠の質がどうこうとかっていうよりは、とにかく、寝て起きた時に